月曜日のコーディネートです。結構ねこのコーデすごく多くてお気に入りの一つなんですけども、お出かけしたりとか、あとは東京行く時のコーディネートでよくしております。で2つ目火曜日、こちらも結構多め、最近クーラーが寒いからねシャツは羽織れるようにっていうことでタスキ掛け、これ合ってんのかなっていう感じだけど個人的にお気に入りです。打ち合わせとかあのイベントごととか展示会巡りとかそういう時によくこの格好で行ってます。はい、次水曜日、これは完全にあれですね、ラフな日なんですけど、あの東京に行く時もねこの服装するんですが、多いのは結構自宅ですね、買い物行ったりとか食材買ったりする時にいつもこの服装があります。楽ちんなスタイルですね。では続いて、はい、ちょっときれいめなあのオーバーオールコーデということで、私青が最近すごいドハマりしてまして、ジャンセンさんのね青のこのシャツワンピースを着てます。はい、これはガチガチに以前ちょっとインスタでも上げたかもしれないですがコーディネートですね。あの意外とねこのトップスがあのガーゼの素材でできてるので、あの夏場蒸し暑かったりとか、あと本当日光でね焼けたくないっていう時には本当重宝してます。涼しく着れます。柔らかいし肌が気持ちいい。展示会とかねあの巡ったりする時によく着てます。で次が、はい、もうこれ自宅ですね、もう完全家です。はい、家で仕事してる時あのクーラーがね家あの本当に体にぶち当たってるんですよ、よく。なんで寒いんで基本半袖っていうよりか長袖率が高いんですけど、あのこのねトップスはビクティムさんっていうブランドなんですが、薄手なのですごく使いやすいです。すごい真面目にねあのパソコン見てます。ちょうどこれ撮りながらね仕事の連絡来てたからガチガチの顔ですこれ恥ずかしいですが、はい。で次がですね、はい、もうこれ完全日曜日です。皆さん、はい、稲穂が後ろいますね。そして私日曜日はですね基本的にあのハーフパンツ履いて、あの上をゆるっとした服着て、まあ、あの活動しているんですが、基本的に頭リフレッシュするためにスイッチが手元にあります仕事しながらねあのスイッチが手元にあるっていう感じです。はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。ガチガチのリアルなあの最近の1週間コーディネートでございました。いかがでしたでしょうか。はい、またねちょっとこういう風なリアル1週間コーデご紹介できればと思いますので、よかったらご覧いただけると嬉しいです。ではまた皆様次回の動画でお会いしましょう。